風の視線は松本清張の長編小説。女性自身1961年1月3日号から12月18日号に連載され、1962年8月に公文社から刊行された。都会に暮らす孤独な男女の様々な愛の工作を綴るロマンチックラブストーリー。1963年に小畜で映画化、また二度テレビドラマ化されている。 結婚式を挙げて間もない若手カメラマン、夏井ひさんは、新妻に構わないまま、雑誌の取材旅行に出かける。同行の作家や編集者は、夏井の仕事熱心に驚くが、彼の行動には、理由があった。夏井は人妻、龍崎彩子のセッティングに基づき宮よし、気持ちの整理もつかないうちに、野々村千佳子と結婚する運びとなった。仕事を終えた夏井は、千佳子と、 虚しさの漂う新婚初夜を迎える。近子の心も夏井から遠く隔たっていた。彼女は夏井をまるで他人のように眺めていた。夏井たちの参加する写真展を企画していた久世俊介は空港の玄関を出た後古風な顔立ちの女性龍崎彩子と合流する。彩子の心は海外に不妊中の夫、重鷹からすでに離れていた。 しかし、目がほとんど見えなくなっていた、シゲの母、ふさこや、親戚のことを思うと、夫との離婚は彼女には考えられなかった。そんな折、シゲは突然帰国するが、妻との冷えた会話の後、自宅に戻らず、ホテルに滞在する。赤料の中で、癖からの電話に胸騒ぎを覚えるあやこ。他方、シゲの帰国に、気持ちの落ち着かない自分に気づき、うろたえるくぜ。 葛藤の末に、それぞれが選んだ愛の決断は、原作における設定を記述。1963年2月17日公開。制作、配給は松竹。原作者の松本清張が、作家、富永博吉役として出演している。DVD 化されている。他1962年4月2日から7月30日まで、ネットテレビ系列の国流劇場にて、 全18回の連続ドラマとして放送。同枠はそれまで月曜22時22時45分で放送されていたが本作より22時22時30分に短縮された。東海地区では4月3日から7月31日まで放映された。キャストスタッフ1970年4月27日から7月24日までフジテレビ系列にて 全65回の連続ドラマとして放送。放送時間は平日13時45分から14時。キャストスタッフ、ありがとうございます。